はい、今回は小沢一郎さんが東京都知事選の小池百合子とマスコミの忖度をしてきた。すごくいいニュース、この内容を考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、数日前のまあニュースということで、まあ、小沢さんをですね。とてもいい指摘をされると僕は思ってます。小沢さんのですね。まあ、5年ぐらいえー、ま、僕はあ支持をしていてまあ、ちょっとどうかなと思ったんですが。また最近はですね。やはりまあ小沢さんと山本太郎さん。 がですね、まあ、日本をよりよくし、まあ、ていただけるあのお二人だと思ってまたあのちょくちょく小沢さんの投稿とかを見てるんですがちょっと気が付かなかったんですけど1週間ぐらい前に小沢さんがですね、まあ、ニュースに、まあ、出ていたっていうか、まあ、ニュースの記事で取り上げられていたっていうことなんですね。 でこのニュースのまあ、中で誰とは言われておりませんが、ま時期をま同じくしてですね。この真鍋香織とかがまこういったえまことを言い出して、つまりま小池百合子とかま自民党の擁護に回るということでまおかしいとしか思えないっていうま、そういった内容を今回考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。で、リスナー様からあコメントいただいたんですが、まとにかく蓮舫さんに対する。まあ、ネガキャンがまひどいわけですね。なんかソビエト連邦とか？ 公職選挙法違反のなんか疑惑があるとか、まあ、そんなことがまた言われてるっていうことのようなんですけどあの公職選挙法違反の話をすれば小池百合子の方が完全に公職選挙法違反の、まあ、ほぼほぼもう疑惑って決まりだと思うんですけどね。 カイロ大学を首席で卒業したって言ってえ、嘘の可能性が高いわけじゃないですか。つまり学歴詐称という公職選挙法違反、えそのものがですね今、東京都知事をやってるっていう大きな問題なんですが、ここにはマスコミ、マスコミは絶対触れないんですね。おかしいとしか思いません。あの小池百合子とマスコミえ、広告代理店、デンマル、自民党がつながってるから、ここは絶対触れないんでしょうね。そしてて蓮舫さんを叩いいたりするっううねもう おかかししいいいととと思えないここが、まあ、起きてるっていうことで,で、この小沢一郎さんのです、ねまあ、ニュースについてちょっと考えていこうと思うんですが、まあ、どういうことかというと、こういったニュースの内容なんですね。えー、小沢一郎さんが5月31日に SNS を更新して、テレビですね、ワイドショーとか東京都知事選についてのコメントをされたということで、えー、ワイドショーで,です、ね、コメンテーターとまあいう人たちが、まあ、小池より子、まあ、現都知事をまあ擁護して、 まあそれに挑む人たちをおとしめるっていうのは蓮舫さんとか他の方ですねそういったひどい発言をしているっていうことを小沢さんがおっしゃって本当にそう思います僕もでリスナーさんもそう思っている方が多くいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあ、権力への忖度利権を感じさせるまあ内容であると。 で最近多くの人がテレビを見なくなったということで、まあ、偏った茶番が多いとテレビ離れが進むんじゃないかということを小澤さんのフォロワーに投げかけたということで、まあ、そうでしょうね、こんなテレビ見る価値がないですからね。 まあテレビっていうのは、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、誘導したい方向に、大衆を誘導するんですよ。だから今回は何かっていうと、小池百合子、ないしはまあ自民党、ああ自民党の,まあその裏金とかそういったものに関してそれを隠したい、次の東京都知事選も小池百合子を通したい、つまりその対抗馬である蓮舫さんについては触れない、自民党の裏金の件もうやむやにしたい、そういったことを考えていると。 で小沢さんがですね、盛んにいろんな意図がある、まあ、テレビコマーシャルもそうで、まあ、日本はどこに進んでいるんだろうかと、でテレビを見る時間が無駄ということをおっしゃってるわけですね。で、ここら辺は多分みんな同じなんじゃないかと、で、まあ、テレビに頼って、えーまあ、いあの過ごしてきた人たちが、まあ、変わる時に、えーまあ、来たということをまあおっしゃってる。で、まあ、小沢さんがおっしゃっていて、まあ、まさにこれですけど、 一番気味が悪いのは言ってることが同じイメージ台本があるのだろうと、まあ、そういうことをおっしゃっていたとまああるんですよ大手広告代理店でんまとかないしはその傘下のマスコミテレビ局っていうのは、えー、小池より擁護しましょうっていうそういったねプロパガンダのもとそういうことをやってるんで話にならないとしか思いませんけどね 本当にあの小沢さんというのはこういったところの指摘が鋭いと思って、僕はあのそういったものもあって、ですね、5年ぐらいかな、応援してるんですよ。小沢さんと山本太郎さんがですね、日本を変えていただけると思います。それ以外の政治家というのは、僕はほぼも無理だと思っているので、今回はあの蓮舫さんに期待してますけどね、東京都知事選に関しては。で、小池百合子があの悪く言われない、例えばその先ほどの カイロ大学の学歴誹謗の可能性が高くてもそれに触れられないっていうのは背後にえね広告代理店デンマルとまあそのテレビ局ないしは自民党とかそういったものの関係があるからだから小池百合子ってのは悪く言われないんですよねなつまりどういう構造かっていうと小池百合子と広告代理店デンマルあるいはテレビマスコミと広告代理店デンマルがつながっていて裏からそのデンマルがあまあ小池百合子を批判するなよっていう多分そういった指示が飛んでる小沢さんはそういうことをおっしゃってるんじゃないかと 台本があるって言うのはそういうことだと思います。小沢さんがおっしゃってる指摘の通りですね。で、えー、まあ、この小沢さんがおっしゃってた。その後かまあ、その前後の時期なんですが、真鍋香りってあの芸能人いるじゃないですか？あ、まあま御用芸能人ですが、それがテレビに出てきて、小池百合子のことを猛烈に擁護してるんですね。 実際言われてるんですが、あ真鍋香おっていうのは小池百合子に雇われているのか、そんなことすら思うっていう投稿がありまして、もちろん実際には雇われていないんですよ。ただ仕事をもらったとか、多分そういったことがある、あるいはですね、えーまあ、真鍋香おにも言われてる可能性があるんですね。まあ、小池百合子のことをあの、まあ、よく言うように言ってね。 うんまあ、世間的に一部、まあ、僕もそうですしリスナーさんもそうだと思いますが小池合子のねそのおかしさですね、えー、学歴詐称とかあるいはその公約をし全くしないとかねその広告代理店で丸と無駄なものに、えーまあ、数十億の金を使って、ね、都民の生活を考え、ね、うん都民の不満が高まる一方じゃないですか。でそういいった中において えーまあねえー、蓮舫さんに対して今度テレビがですね、えー、まあ何て言うかテレビがまとまってネガキャンを繰り広げるわけですよで今度はそこに真鍋かおりも乗っかって、えーこねえーまあ、蓮舫さんをこうネガキャンするっていうことですよねでこの真鍋かおりと小池百合子の関係っていうのを調べた人がいて 東京五輪の時にですね小池百合子と、ね、真鍋かおりは一緒に同席していたっていう写真があったっていうことですね真鍋香おりと小池百合子の親密ツーショットっていうことでうんこれは何かあるなっていうことじゃないですかだから当然真鍋香おりっていうのは小池百合子と関係がしたし、まあ、仕事のこともあるんでしょうそういったところからあ広告代理店からですね小池百合子をちょっとこう、ね、持ち上げるように言ってくれっていうことを言われたんでしょうけど見てる僕たちね国民視聴者からして 見ればおかかししいいとしか思えないわけですよコメンテーターという形を取りながらあ実はそれは取ってるのは体裁であって目的は小池百合子を擁護するそれ,それだけでしょそのためにテレビに出てきてるわけじゃないですか広告代理店デンマルが裏であのコントロールしてるっていうことが明らかじゃないですかそれを小沢さんもおっしゃっており えー、この真鍋香おりっていうのは何を言ったのかっていうと、裏金問題に関して野党があ文句しか言ってないみたいな、全く意味がわからないじゃないですか。自民党の裏金、犯罪なわけですよ。それを、自民党の犯罪を、えーね、野党があ追及しようとしている、追及していることに関してな、なんでこういうことを言うのか意味がわからない普通。普通に僕たち国民からしたね、この真鍋か香りの発言っていうのは。 でさらに、えーねえー、も,もうまもなく7月7日ですが、東京都知事選が近,く近づいてくるのに対して、えー、小,小池百合子に対し,対して、ね、対抗馬である、まあ、対立候補である蓮舫さんを徹底的に批判する、そのために、えー、そのね、真鍋香里をテレビに出す、うん、テレビ、マスコミの変更報道、まあ、腐敗がひどい。うん でおそらくうこれってのは分かりませんけど真鍋香里っていうのはその小池百合子とズブズブであり、まあ、何かしら仕事をもらってるからまあ文句が言えないんでしょうねだからこう考えるとお選挙の前に全く不公平なことをやってるわけですよだからあの真鍋香里を使って小池百合子を持ち上げようとしてるわけじゃないですかで真鍋かおりも、ねえー、蓮舫さんに、えー、対してその都知事選でのお、ねえー、なんか文句を言うわけでしょ、うんまあ、自民党批判にうんざりとかあいやいや あ,のあなたがうんざりがかテレビ出てくんなよってほんと僕思いますけどね。で、えー、自民党の裏金問題があって野党があ <laughs> 騒ぐ文句しか言ってないとかって言うんですそんなことを言うんですけど言ってることがおかしいんですよ真鍋かおりって。だから多分あの多くの日本国民はおかしいとあの思ってるんですけどテレビっていうのは まあその政府、自民党の、まあ、都合のいい、まあ、プロパガンダである、でそしてそれを、まあ、そのスピーカー役をやってるのが真鍋かおりであるということで、本当おかしいとしか思いませんからね、多分リスナーさんもそう思ってると思いますし、え僕はこの真鍋かおりの件についてあの触,れたあ触れたんですが、小沢さんもおっしゃっていたと、だからあの自民党広告代理店ま、ま丸、あ、小池百合子っていうのがまあグルで、そこにですねこの真鍋かおりっていうのが擁語に入る、橋本徹とかもそうですよね。 でえー、例えばですね、小池百合子に対して対抗馬で出てきてる蓮舫さんとかっていうのを、えー、否定されるわけですよ。あの小池百合子が東京都知事でいることによって、伝丸が立憲を得られるから、自民党としてもね、えー、得っていうか、恩恵があるからでしょうね。しかし、全く東京都民、日本国民には恩恵はないんですよ。だからそれを変えていかないといけない今、状況にあります。あのまあ、僕はあのリ、リスナー様が教えてたんだいただいたんで、 まあここ最近のそのネガキャンですね、なんかソ,ソビエト連邦とか公職選挙法の,、まあその疑いがあるとかっていうんですが、そんなのもでたらめだと思ってます。マスコミの作戦です。いかにして連邦さんをネガキャンで落として小池よりこう上げていく、そういったことをしていると思います。だから僕たち、日本国民としては連邦さん、東京都民の方、 にですねえー、蓮舫さんに頑張ってもらうしかないんですよ。で、えー、この話は前もしましたけど、他の方もいらっしゃるんじゃないかって、他の方もいらっしゃるんですけど、あのちょっと到底ですね、小池百合子を,を,をなんていうのがひっくり返すことができない、小池百合子をひっくり返すことができる最有力候補ってのは今蓮舫さんしかいないわけですよ。だから蓮舫さんに頑張ってもらうしかないんですね。 だからあの、まあ、自民党、内緒は広告代理店で丸、小池百合子の背後には米がぴったりくっついてますから、でその米と、まあ、なんていうのかな、対立する側に回ってる、まあ、蓮舫さんに頑張ってもらうしか方法がないと僕は思ってます。で、何がおかしいのかっていうと、マスコミはですね、この小池百合子の、ね、カイロ大学の学歴詐称のデタラメを、まず触れないんですよ、正面からこのことをまず取り上げろって話。 で小池百合子ってなんか,なんか、えー、いくつかのゼロとかって何も公約を達成してないんでしょこれも都知事なんだからそれを取り上げろって話ですよ。それを取り上げないのは何でかっていうと小池百合子の背後に、ね、その米ですよ。米の息がかかっている。あるいは小池百合子っていうのはエジプト政府との関与も疑われるんで、エジプト政府ないしは米の、えーまあ、手先であるから、そういった人間には、あの、 ネガティブキャンンペーンをしないと、まあ、どちらかというと小池百合子をどうやって持ち上げようかというのを考えるそして小池百合子の対抗馬で出てきている蓮舫さんに対してネガティブキャンペーンを繰り返すこれを小沢一郎さんがおっしゃってるということですね。 でこれどうしたらいいのかっていうことでもちろんはっきりと分かりませんが東京都民東京に住んでいる方東京都民のですね投票率を上げて何としてでも「小いきゅを落とそう」っていうことをあの都民の方が思っていただいてでそれで投票行動に、えー、移っていってそれで雇いきゅを落選させるしかないと思いますで、えー、前もお話ししましたが一回小いきゅを落選させて蓮舫さんがあ、ねえー、経済政策良ければそのままでもし蓮舫さんが厳しいようだったらまた次に変えるっていうことをしないと東京都がよくな なならないそう思います」っていうことで今回はこの小沢一郎さんがおっしゃった、まあ、すごくいいニュースっていうことでちょっと1週間ぐらい経ってからなんですが、まあ、僕ちょっと今日こちらのニュースを見つけたのでこのニュースについて思ったこと調べたことをお話しいたしました。